ただきます。うん、バナナだ多分。違うかも。あ、うん、違うかも。ちょっとわかんねえや。ね、バナナっぽい。あー、わからん。なんだこれ。でもめちゃくちゃ美味しい。わかんない。何これ。で、昨日から味全然検索できない、自分の今まで食べたものと。なんかその味が、味覚がわからないとかじゃなくて、過去に自分の食べた食べ物リストから検索で何もヒットしない。なんかうまいしかわからん。急にアホになっちゃったみたいな。こんばんは。いやー、風邪やだな。それ前回と同じさ、引き始めだったとして、明日が風邪の本番だったとしたら、多分めちゃくちゃ辛いんですよね。いやだな。風邪薬飲んで、栄養ドリンク飲んで寝ます。うまっ。風邪ひいてこじらせて咳喘息になりました。大丈夫。お風邪は咳喘息つらいね。それはもう昔小児喘息あったからさ、ちっちゃい頃は喘息だったんですよ。だからさ、そのちょっとした引き金で多分喘息の症状は出るんだよね。これはやだな。辛いんだよ喘息って。なんか胸か背中にテープ、なんかそのお薬のテープ貼るとめっちゃ急に息しやすくなるの。あれマジで一生の謎。どういうシステムで息がしやすくなるのかマジで分からん。こんばんは。まあ今日はもう寝よ、すごく寝よ。吸入器とお友達してる。いやー大事。早く治るといいね、元に。辛い。さ、小児喘息の時さ、何回か入院とかもしてたくらい結構ひどくてさ、だからなりたくないね、大人になってからまた喘息とかは。なんか母によると、なんかこう喘息の症状がひどくて病院に連れてって、なんか指パクっていう機械に入れると、その血液内の酸素濃度が測れるっていう、なんかすごい機械があるんですけど、それでね、測ってもらったら、普通だったらもう苦しくてしょうがない数値が出てるのに、私がすごいケロッとしてて、なんかお医者さんがなんか「みたいになってたっていう。そう、みたいな。普通だったらめちゃくちゃ苦しいのに、なんで平気なんですかみたいな。でも多分それが普通だったから、朝やの中であんまきつくなかったんだと思う。当時は酸素が足りないことが通常すぎて体が順応してた説。もたさんゲストありがとう。何このゲット。7月の、うん、
天の川的な七夕的なサムシングかな。リッチさんギフトありがとう。そういえば背景が星になってる。小児喘息アレルギーが原因ですか？いや、多分普通に病弱な子供だったんで、私普通に病弱だったからと思います。なんか普通にもう最初からあったみたいな、最初わかんないけど、なんか何かが引き金でとかじゃない気がする。それこう見えてめちゃくちゃね、保育園卒業卒園するまで超病弱だったの。そう、めちゃくちゃ病弱でした。もう毎月風邪ひいて保育園休むみたいな。今はね健康優良児ですけど、ただ風邪ひきかけてるんで早く治します。喘息はね、そう、ちっちゃい時に全部治ったんで、小児喘息の時代で終わっちゃったんで、今は全然ないですけど。フォローしました。ありがとうございます。健康優良児継続お願いします。いや、やばいよね、だから。飲みます薬。喉の痛みを取る薬と、炎症を和らげる薬を飲みます。こんばんは。うわー、漢方飲みたくないけど飲むか。漢方美味しくないんだよな。待って、この漢方さ、もっと前に処方されたやつある。桔梗糖、桔梗糖どこにやったかな。桔梗糖あった。桔梗糖は喉の何かしらをどうにかしてくれるやつです。喉の何かしらをどうにかしてくれるやつなんですけど、ミュージカルで喉を壊した時も桔梗糖処方されたんで、マジでなんか喉に効くやつなんだと思います。皆さん喉やばいと思ったら桔梗糖ぜひ服用してみてください。お医者さんに相談の上ね、なんか効くような気がしたりします。ちょっと一回桔梗糖飲みますね。あれ、さっきさ、コップ、あ、あった。つなちゃんギフトありがとう。
こんばんは。あー、くしゃみ出そう。出ない。失礼。桔梗糖どうやって飲むのが一番マシだったかな。ちょっともう久しぶりに飲むから忘れちゃった。1ヶ月ぶりぐらいに飲むから。うん、よし。よし、危なかった。これ失敗するとね、おえってなるんで。飲めた。漢方飲めたよ。褒めて褒めて。いや、なんか普通にあの錠剤は飲めるんですけど、漢方、下流の漢方がめっちゃ苦手。だから粉薬とか顆粒とか、そのなんか一粒じゃないやつは基本全部苦手ですね。本当に辛い。でも漢方ってやっぱ独特の匂いするから、なんか体が拒否反応を起こすんですよ、匂いを感じると。だから匂いを感じる前に飲み込むっていう。そういうね、ちょっとコツが必要です。まあ、でも桔梗糖はまだ飲みやすいです。なんか漢方もう一個じゃ処方してもらったことあるんだけど、なんだっけな、これじゃない、あ、爆問、これなんて読むの、爆問同等、爆問同等の方がきつい。さやは爆問同等もなんか喉にいいやつなんですけど、めっちゃきつかったな。トミさん、ギフトありがとう。あ、そう、下流はね、ベロの裏とかにね滞在されるとマジきついっすね。間違いなくそう。みんなも体調には気をつけよう。薬を飲まなくても健康でいられるように日々の生活習慣を整えていきましょう。そう、漢方は病院によってなんですけど、病院に行くとお医者さんが処方してくれて、その処方箋をお薬屋さんに持っていくと、はーいって言って用意してくれる。漢方高いですからね。でも処方してもらうと安く買えるので、ちゃんと病院に行って病院の先生があなたにはこれですっていうやつをいただいた方が効くし、安いしいいと思う。適当に買うよりね。睡眠薬飲まないと寝れなくなっちまった。きついねそれ。でもさえも
ここ最近、睡眠薬欲しいね。ストレス肩の時は睡眠薬欲しいなって思う。睡眠薬ってさ、人生で飲んだことないけど、なんか飲んだらスッと寝れて楽なんだろうなって思う。こんばんは。そういえば明日何らかのお知らせできるんだっけ。ああ、でもあの本当にすごいちっちゃちっちゃです。ちっちゃちっちゃです。こんばんは。登録販売者の試験勉強の時、漢方も範囲で勉強したけど、めっちゃ漢方はめっちゃ難しいって言うよね。朝起きづらい。あ、そんなに効くんだ。朝まで効くの？それは大変だわ。マジか。まあ物にもよりそう。でもやっぱね、考え事してるとマジ一生寝つけなくなる。なんか今日も午前中はなんかもう心が終わってて、なんか笑えなくてどうしようと思って、あかんあかんと思ってたんだけど、まあ、午後からはちょっと復活したんだけど、ちょっと本当にねダメなんだよね最近。なんか生きるの下手くそ。何もかも生きるの下手くそですね。お仕事疲れでほぼ毎日爆睡。でもさ、疲れて爆睡できるのってめっちゃ気持ちよくない？ゆうやくんに来てありがとう。ふんふんふん。こんばんは。いやー、風邪ひきたくない。本物の風邪になる前に治したい、マジで。そう、引き始めが感じ、なんか引いたかもくらいの時にさやは風邪薬と栄養ドリンクを飲んで寝ると割と治るんですよ。だから今回もそれに期待をして、まあ、前回はそれをやったけど風邪になったんですけど、完全にね、6月ね、公演休んじゃった日ね。まあ最悪明日休みなんで、もう寝て直す。熱出たらやだな。生姜ダメなんですよね、味が。この後に及んでわがまま。いやー、お仕事頑張って。すごい、泊まり勤務ってえぐ。普通に体調悪い説ある。でも今もうすでに、いやな。でもこれは風邪じゃない。考えすぎた知恵熱ならぬ知恵風だと思う。
はよ練り、待って練りって練りってさ方言ですか？私もめっちゃ使うんだけどさ、あんまりなんかさもう字面で見んやん。みんなはよ練りって言う？ちなみにさえは言う、ママも言う。こんばんは。ねりーねーとかねりーよ言うな。ねりねり、何か練ってるな、何か練ってたな、語尾で。やっぱ言わないんだ、方言だよ。さやもだけどおそろ方言だね。え、どこの人だっけ、どこで使うんだろう、ねりーとか。はよ練りって、はよ練りーよみたいな。博多、嘘、うち博多なの。食べりー言うな。え、長野と博多ってなんかつながりあんのかな。でもうちだけなのかな、言うの。高橋家だけなのかな。高橋家博多にルーツある人誰一人いないんだけど。怖っ。全部言うわ、動詞結構全部言うよね。やりーよとかさ、やりなさいよみたいな、やりなよみたいな。全部言うわ動詞。それ捨てりーとか、群馬も言う。おお。でも群馬が言うってことはワンチャン長野もあるよね、隣やから。方言って結構ねバラバラで生まれても同じ使い方してたりとかね、たまにあんのよ。おもろいよね。それやりやーとか言う、あ、言うやん、言うやん、いいね。サリンの方言陽気。じゃあ自分の方言好きよ。長野の方言結構全部好きだよ。群馬、長野、山口、福岡言うみたい。おえー、でも突発的なんだ。まあ福岡と山口は多分そう つながってるというか、海は渡るけどその近いから交流ありそうだし、群馬と長野も交流ありそうだから、なんかこう 2点ぐらいで突発的にこう生まれた方言っぽいね。それか福岡の人が長野とかに来て広めたとかね、何かしらなんか関係はありそう。なんかこの前思ったんだよな、これもこれも高橋系語録なのかさやちゃん語録なのかちょっと分かんないんですけど、なんかイカなんじゃったねとか、言う？行かなかっちゃったねとか、行かなんじゃったねって、これはなんか行こうと思ってたのにっていう前提があった上で行かなかったという事実を言う時の。むずい。あ、言う？やっぱ長野、あ、これは長野の方言。よかった、さやちゃん語録じゃなくてよかった。危ねえ、なんか新しいことを生み出してたかと思った。いかなんじゃったねーって言うんですよ。やらなんじゃったわーとか。正解、その使い方。そう、やらなかっちゃったーも言うのよ。さや、でもなんかどっちもなんか相手に伝わらなくて、えー？って言われて、ああこれ方言かもって思ったんだよね。さあ、一つのケーキ30分もかけて食べてんだけど、聞いても使いどころが分かりません。いや、分かる分かる。例えば、例
例えば友達とお昼にじゃあどこどこのカレー食べ行こうよって約束してたとして、でいざ会って遊んでたらお昼別のところでうっかり食べちゃって、その帰りとかに、うわ今日カレー屋行かなんじゃったね、また行こうみたいな、こういう使い方よ、こういう使い方です。わかりやすいそう、ということでランキング読みます。13位ヒラリンさんありがとうございます。12位ケンケンさんありがとうございます。11位ソウスイさんありがとうございます。10位ともちさんありがとうございます。9位コウちゃんありがとうございます。8位バイクことさんありがとうございます。7位ヤスさんありがとうございます。6位ひでまるさんありがとうございます。5位もたさんありがとうございます。ゆうたくん、ゆうやくんありがとうございます。3位やちさんありがとうございます。2位つなちゃんありがとうございます。1位おとめさんありがとうございます。みんなありがとう。遅くまでお付き合いありがとうございました。爆速シャワー爆速睡眠をしたいと思います。みんなも早く寝てね。おやすみ、バイバーイ。